こんにちは、写真講師の番です。カメラマンもやってます。今日はですね、ニーワっていう会社から TT560 スピードライトっていうやつが出てまして、これ今アマゾンで3000円ぐらいで売ってるんですよ。3000円すごいよね。ニーワで合ってんのかな、読み方わからないですけど。なのでこれを使って今日はちょっと遊んでみたいと思っています。一応使い方もレクチャーしますよ。手持ちで撮って恐縮ですけど、これですね、2位は TT560 スピードライト。スピードライトっていうのはあれですね、クリップオンストロボっていうふうに呼んだりもしますけど、要はカメラの頭のところにカチャッとくっつけるストロボですね。こういうやつです。ここにカッチャッてくっつけます。でイメージするのはカメラ屋のおっちゃんとかがこういう風に使ってるイメージをよくすると思うんですけど、そうやって使ってもいいですけどね。今日はもうちょっとテクい感じのことをやろうと思ってるので、まずはじゃあ機能説明しましょうか。 TT563 です。ここに電源スイッチがあります。電源を入れるとこのね、モードがいくつかあって、右から順番にいくとテストボタンを押すとテスト発光します。パチンパチンついてますね。テスト発光します。で次にモードボタンがありますよね。このモードボタンを押すと、今 S1 になってますけど、 S1S2M、 これマニュアルです。でどのみちこのストロボってね、光量、光の強さをマニュアルでしか変更できないんですよ、こうやって。なんですが、光を、どうやって光らせるかっていうトリガーをこれによって設定できるんですね。マニュアルっていうのはここの端子の部分から、これホットとコールドなんですけど、これがショートした時にバチャって光る、つまりカメラのシャッターが押された時に光る、もう強制的に光る感じですね。それがマニュアルモード、 M モードですね。でこの S1 っていうモード、これが何かっていうと、これは、どっちがどっちだったっけな、これプリ発光に対応していて、カメラのストロボって、カメラ内蔵のストロボってありますよね。あとカメラ、メーカー純正の TTL 対応、自動露光対応のやつですね、自動調光対応のスピードライトの場合はプリ発光って言って、シャッターボタンを押した時にパパって2回光るんですよ。で2回光った1回目で光っちゃうと、その1回目の光は実はカメラがこれぐらいのストロボの強さで光らせた時にこんなものの明るさになってるから、じゃあこれぐらいの明るさにしようっていう、その小手調べ的な効果を期待しての発光なので、1回目の発光に合わせてこれがスレーブっつってね、これ要はね、他のストロボが光った時に、あ、俺もって言って一緒に光る機能なんですよ、スレーブ機能っていうのがね。なんだけど、それを1回目の発光で光らせるか2回目の発光で光らせるかっていうのが、この S1S2 スレーブモード、スレーブ1スレーブモード2なんですよ。ちょっとメロメロで恐縮ですけど、でどっちか忘れました。でどっちかにしちゃうと、1回ごとにしか発光しない。でどっちかにすると毎回毎回他のストロボが何か光った時には一緒に光るっていう風になってるので、あれですね、自分で実際に確かめてやってみてくださいね。であとはこれがプラスマイナスがもう分かりますよね。光量の調節です。プラスにすればテストにするとガーンと、さてるかな、これこのパワーボタンがついた時がチャージ OK ですからね、ガーンと光っております。まあ動画だと映らないですね。これを弱くすればテスト発光しても、押せない、弱い、実に弱いですっていう風になっております。これが基本的な機能ですね。まあなんかこうお辞儀しますよとか、さらに横向きますよとか、いろいろあるんですけど、この頭のところが横に向きますよとかね、いろいろあるんですけど、これ実はね、僕はこの 4,5 年以来 TTL って言って、カメラ純正のクリップオンストロボなんかを使うと、全然カメラが自動で明るさを決めてくれるモードなんかついてるんですけど、この 4,5 年来そういう TTL 機能付きのストロボ使ってません。仕事でもね、イベント撮影なんかでカメラにクリップオンストロボとかつけて使う場合があるんですけど、今メインで使ってるのはこっちの方です。 YN5603 なんですけど、これも全然マニュアルモードしかない
クリプトンストロボなんですけど全然使えます。正直どっちでもいいです。で1個ね、このヨンムを使ってるのは、さっきも動画で映ってましたけど、これリモコンがありまして、この T なんとか TX、 いつもね型番全く覚えないんであれですけど、YN560TX っていう、これ便利でね、これグループ分けしておくと、ここからさっきの4の YN5603 とか4とかっていう新しめの型番のやつ、2もいけるのかな、まあ覚えてないんですけど、あのこっから無線でストロボの強さを調整できるんですよ。それが非常に便利なのでこれを使ってます。特に何等か使うときも、2等しか持ってないんですけど、何等か使ってるときにグループごとにそれぞれストロボの強さを調整できるので非常に楽ちんです。でいつもはこれを使ってるんですけど、今回は2はあのこの TT560 から非常に安かったので、これはあの無線で光らせるために一つだけパーツが必要なんですが、それをストロボに取り付けて、取り付けたやつがあっちにあります。今日ねちょっと花取ろうと思って持ってきてるんですよ。これ、これです。ここの下のとこについてるの見えますよね。このスタンドのところは TT560-560 買うと一緒についてくるやつなんですが、この間に挟んでるこれ、これが4のから出てる無線をカメラからのその発光してっていう信号を受信したりとか、まあいろいろあとリリースとして使えたりとか、結構多機能で受信も送信もできてリリースにもできるっていう便利なやつなんですけど、それをここに挟んで、さっきあっちに置いてあった α7、 あれに取り付けてある、なんだっけ、 560TX とかそんなんでしたっけ、名前忘れたけど、あのリモコンからあっちからシャッターボタン押されて発光してっていう指示が来た時にピピピピって無線でこれが受け取って、でここの端子からこの TT560 に光ってちょうだいっていう指令が行くわけですよ。まあ、要はさっきのフォトとコールドショートさせるだけなんですけど、で無線を受け取るとこの TT560 がバシャッと発光するはずだと、そういう息切れしそうなシステムになっております。これ慣れちゃえば全然あの簡単にできるので非常に便利です。今日ね何を撮るかっていうと、すでにスタジオのご近所の花屋さんで、花じゃないんですけど実ですけどね、花を買ってきています。これを撮ります。撮るんだけど、普通ってほらカメラね、この三脚側から撮るんですけどね、普通こういう風に被写体があったらストロボって向こうに向けると思うでしょ、こう向けると思うでしょ、そうじゃないです、今日は壁を使います。壁に向けて、危ないよね、壁に向けて壁に当てて反射して当てるとどうなるでしょうですね。ここで一遍カットしますね。また後ほど三脚をずらしてここに、まあ、カメラちょっと手持ちで撮りますわ。さっき用意した、よいしょ、さっき用意したカメラです。α7 に、カールツァイスマクロプラナー T スター 2/100 だから、100mm F2 っていうレンズです。これ仕事でもプライベートでも非常にお世話になっているレンズです。お気に入りなんですよ。でこのレンズをつけて、まあ、別にレンズどうでもいいんだけどね、カメラにレンズくっつけて、さっきの、また型番忘れた YN560TX、 要はここからあのストロボが光ってねっていう信号がバシャって押すと、まあその受けてくれる誰かに信号が飛びます。で今日の場合は この人ですね、この人が受信して、そこからここに光ってちょうだいっていう指令がいって、最終的に光るです。これでちょっとテスト発行してみて、テスト来てますね、テスト発行してます。でカメラからはちょっと視界に入っちゃうと思うんですが、これで1枚写真を撮ってみましょう。今さっきね軽く撮ってみた時に露出を合わせてあります。 ISO200 ピント合うかな、ISO200F2.8、 あ、これちょっときついね、遠いねってな感じで、
これなんかほら被写体に直接ストロボ当ててないのになんでこんな明るくなっちゃうのって不思議だと思うんですけど、あのストロボって直で当ててもいいんだけど、直で当てるとしかもディフューズって言ってあの光柔らかくしないで直で当てると大体、まあ、かっこいい感じになるんですね。多分2段ぐらい明るくなっちゃうので ISO100 に落として、F4 にしてみます。 ISO100、 F4、 100分の1分ピント合わせてドン、2段もうちょっとか、もう1段落とそうかな、1段絞ります。 F5.6 にします。ピットが見えねえよ、せーの、はい。まあかっこいいはかっこよくて好きなんだけど、あまりかっこいいですよね。でも最初のと比べるとこうなんて言うんでしょう、すげえハードでかっこいいんだけど趣はあんまりなくなっちゃうんですよ。なので壁に当ててから反射させるとすごく柔らかい感じになったりとかですね。あと今のこっちに壁に当てたのは壁バウンス、壁板っていうんだけど、天井に当てる天板っていうのもあるんですね。でこれ天板にすると多分ね、さっき 壁に当てた壁板してた時よりもさらに暗くなっちゃうので、ちょっとあえて絞り解放でいってみましょうか。 F2 ISO100、 F2 100分の1秒ちょっと撮ってみましょう。せーの、よっと。お、さすがに明るすぎたな。じゃあ F2.5 でいってみましょう。せーの、よっと、うん、ちょうどいいですね。これね、さっきのよく見比べると天井から上からこっちでやんなきゃ、こっちでやるべきか、ストロボから上に当たってこっちに落ちてきてるんで、あの上から真昼の光みたいに当たってますね。で下側に影が多少できてるはずです。多分ここ白、あの壁も白いし、床も白いのでかなり跳ね返っちゃって何とっても明るいイメージになっちゃうんですけどね。でさっきのなんだっけ、2位は TT560、560、あれってさっきスレーブのお話をしたじゃないですか。これは強制的に光らせてるから今モード M なんですよ。ここから強制的に光らせられるのでね。でももう一個足した時に S1 か S2 か忘れましたけど、スレーブモードにしてやればこれが光った時に、あ、僕もって言って一緒に光るんですよ。なのでそれでもう一度足してやりましょうか。ちょっとこれすでにスレーブになってましたね。すでにスレーブになっていたということは、さっきちょこちょこっとこっち撮った時にバッチンバッチン光ってたはずです。でここにもう一個足しました。これは同じにしようかな。上から3つ目のやつです。これ露出計で測ってないんでどれぐらいかよく分かんないんですけど、ガイドナンバーが38っていうことですけど、正直僕はあのガイドナンバーっていまいち分かってないです。 ISO100 の時になんか何メートル先まで適正にできる動向とかいう単位があるらしいんですけど、ガイドナンバーってもう使わなくても取れちゃうんであんまり気にしないですね。あのガイドナンバーが大きければ大きいほどその光量がでかいらしいということだけは分かってますけど、それだけ分かってりゃいいですよ。あとは実際に光らせなきゃ分かんないから。で S、 S どっちだっけな、 S1 か S2 かどっちか確認しましょうか。 S1、S1 ですね。 S1 にすれば毎回毎回他の何かが光った時に一緒に光ります。 S2 の方があのプリ発光対応ですね。で、まあ、別にその、まあ、多等にしなくても一等でかっこいい感じになってるんで、例えば一等じゃ光量が足りない、じゃあもう一等足してやろうぜっていう時にこのもう一個使って、で別に全開にしなくてもクリップオンの鉄則、多分また今度同じこと言うと思いますけど、クリップオンストロボの鉄則フル発光にしない、これが最大です。これがとにかく長持ちさせるための鉄則なの でしかもこれ今のあれですからね、上から3番目の光量にしてます。で上から3番目の光量にしたやつをもう一個足します。そうすると1段分明るくなるわけですよ。なぜなら光の量が倍になるから。この間 EV のことをね、あのいつも動画撮ってくれてる兄貴と一緒にやったんですけど、例えば今 ISO200 F2.5100分の1秒で撮ってます。それを
まあ、一番分かりやすい ISO100 に下げましょうか。 ISO200 から ISO100 にすれば1段分光量が、光量とか露出が暗くなっているわけです。せーのよ。でさっきのやつ ISO200、 まあ後でね入れますから編集で、 ISO200 の時と ISO100 の時を見比べると見分けがつかないぐらい光量が一緒なんですよ。これねすごいでしょ。というわけで、まあとにかくこの TT5603 スレーブ機能を使うと非常に便利です。カメラにくっつけて直接光らせてもいいですしね、そうやって便利に使うといいですよっていうのと、あとクリップオンを使うときに直射だけじゃないんだよっていうのだけ今日は覚えておいてもらえばいいと思います。ありがとうございます。またね。